今日の試合を含めて残り10試合です。まずこれは前半の15分です。三井らがこうディフェンスを、ね、食いつかせてフリーの選手をしっかり見て、ここに馬場のシュートですね。これもよく抑えたと思いますよ。いいコースに行ってますし、まあ、ただもう少しこう寄せられるところとね、アプローチの部分ですよね。やはりね、馬場の今シーズン10得点目、先制点大分です。フォアワンツーから速いクロスに対して藤本がいい形で入ってきて、こぼれ球を、まあ、押し込むと、まあ、大分にとってはこういうような、ね、サイドからのクロスの得点は今シーズン多いですからね、まあ、狙い通りの2点目だったかなと思いますね。そしてこれは前半の39分です。星のゴール、ダイレクトで落として、これはねちょっとこの前まで流れがちょっとこう三点に傾いただけに、 ね、この3点目はちょっとまあ運がなかったかなと、まあ、ただこの打った星のね積極性がゴールに結びつきましたからね、はい、今シーズンの3得点目、星のゴールが大分の3点目でした。そして岩田のクロスから藤本、ドンピシャリ、これはもう言うことないですね。いいクロスに対していいタイミングで入って前で触ってますからね、キーパーは絶対に難しいと思います。三平さんのお母さんに捧げるゴールとなりました、うん、さあそしてこれは本当に高木のファインセーブ、ね、高木は超えてるんですけども、腕右手一本でねよく体を反って触りましたよね。上げた佐々木拓に入った中島も見事ではありましたが、それを上回ったのは高木、これですよね、これが効きましたよね。藤本の体の使い方もうまいですけどね、まあ、自らシュートも受けましたけど、一番いい状況の清本を見て、これが大分の5得点目、84分の清本のゴールです。